今ネットのメールを開けてるんですけど、参議院議員、新潟、選挙区選出の森裕子先生からもう3回もねメールを賜りました。でこうやってね、どういう質問内容こういうふうにしますというふうにねちゃんと ご報告くださいました。であと2回も私の方で、テレビの音声を FM ラジオで見て、まあ、それで、拝見させていただきましたということに対する返礼のメールだったり、本当にありがとうございます。